ていうのがワールドです。ここまでですかね。はい。そしてですね、次の話もしたいと思います。自己資本比率ってやつだけ喋っておきます。自己資本比率ってやつだけ、ちょっと喋っておきます。これ多分見なさなくていいと思うので、ちょっと喋っておきます。一応これ書いておきます。自己資本。比率というものをちょっと書いてみます。で、式まず書いてみます。これはもうしっかり押さえてほしいです。商売やってれば商売やってないですね。株式会社とか財団など関係なく、めちゃくちゃ大事な資本なので、これは押さえてください。で、今日は簡単に説明します。正眼で言うとね、ちょっと違うんですけど、今日は分かりやすさ優先したいので、簡単に説明します。こうなります。分子に自己資本を置きます。つまりこれを置きます。で、分母にですね、これ見ていきます。他人資本と自己資本の合計です。これです。これが自己資本比率です。多分書いてないですよ。多分、ね、名書いてないと。嘘ですね、書いてないです。でも大事なんで、ちょっと今日は書いてみます。これです。まあ、僕の方にはもちろん書いてないですけど。はい。じゃあですね、これだけちょっと書いてもらって、これで書いてもらって、ちょっと説明をしたいと思います。で、質問します。ね、自分の、まず考えてください。はい、じゃあ行くぞ。自己資本は、比率は、これでいきましょうか。まずは。ね、今回、自己資本500万。他人資本500万。はい、この合計は1000万ですよね。今回。1000万です。したがって、はい、自己資本比率何パーですか言われたら、500万割る1000万で 50% です。これが自己資本比率と言います。難しくないですよね。言ってることね。はい、じゃあ質問します。自己資本比率って、分かりやすく優先するからね。細かい話は無視ですよ。自己資本比率って何パーまで大事だったと思いますよ。考えて。ご自分が銀行にやってました。自己資本比率何パーセントの会社が来た時までは許せるのかなって考えてください。例えば、これで 100% 大事ですね。100% ってこれゼロですから、ね。借金ゼロで500万、500万ですよ。これが 100% ね。いいですよね。はい。じゃあ次です。これどうですか？この状態。この状態の会社っていいか悪いか。はい。じゃあいいと思うんですよ。手を挙げません。この状態。大丈夫かなと思うんですよ。はい。ダメかなと思うんですよ。はい。ですね。大丈夫ですよね。まあ、パーフェクトね。はい。じゃあこれどうですか？はい。じゃあ大丈夫ってことか。はい、ダメってことか。はい、OK ですね。はい、全正解です。これだけですよ。数字読むっていうのは。難しいでしょ。したがって、ね、後でしっかりやれると思いますけど、ね、今日ね、資料として、一応見てください、一番最後の方に11ページあるんですよ。11ページね。で、この11ページはコンベンションの、ね、BS フォロワー、インターネットのやつを買ってきたんですが、ね、これが会社誕生表で、ウェットおもちゃかもわからないですけど、ね、見出し部分で、ね、ウェットおもちゃかもわからないですけど、はい、拾ってください、数字。これ。はい。まず、純一さんいかがでしょうか。純一さんは、ね、これは下の方にあるんですよ。賞味財産合計ってあるじゃないですか。ね、11ページの下のね。下から2つ目ですよ。ね、ちょっと電卓があるから電卓で叩いてほしいんですけど、電卓ない方はスマホで使うんです。スマホの電卓使うの結構なんで、はい、ちょっと数字出してほしいんですよ。ね。賞味財産合計っていうのがこれですよ、これ。要するに。ね。そして、他人資本と自己資本の合計なんですかって言ったら、はい、一番下ですよ。書いてありますよね。負債および賞味財産の合計だじゃないですか。それです。はい。じゃあ、待ってください。スマホでいいんで、計算してみてください。そうすると、ものすごい比率になるんですけど。細かいんで、411でいいですか ?411 と446でいいですか、ね、それで全然構わないんで。4億1100万とね、4億4600万でいいですから。それでちょっと割ってください。つまり、411割る
466ですよ。446ですよ、ね。出してください。自己消費率を。ね。はい。何パーでしたっけ ?411÷4 ドル。うん。4、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 
あ簡単に言うとね、こういうことですよ。これ20で、980両か。よいしょ。こうか。こうですか。要は。そうじゃん。92%。自己資本比率 92% ですよ。化け物企業ですよ。超超超優良企業です。ありえません。あの我々の世界で、ね、あの株式会社の世界では。っていうレベルなんですよ。ほぼ倒産しないってことですよ。ほぼ倒産することないよね。地球が爆発しないからね。というレベルなんですよ。というのが、実は自己資本比率という計算の仕方なんですよ。難しくないですよ、絶対。ね、で、対比対照表の比率は基本的にいくつかあるんですけど、いくつかあるんですけど、普通、まあ皆さんも多分含むと思います。ね、普通は2つぐらいしかないですから。大事な指標って、対照対照表にとってね。で、最も大事なやつ、1個だけ教えてくれと。1個だけマスターしてくれって言われたら、圧倒的な重要度としてこれですから。で、皆さんは今日ですね、ご自宅に帰ったらですね、まあ、もしくはこれから仕事したら、他の会社のやつ引っ張ってきても構いません。取引先でもいいです。例えばね、施設利用したいんですって来ました、ある会社からね、うん。で、見るかに怪しそうですよ。見るかに怪しそうですよ、うん。ちょっと決算書出してくれと。伊藤相手の方、大きい会社ですから、で年間契約ですね、やりたい人が言ってるから、大丈夫かな、この人、本当に金払うの、この会社って思ったら、決算書、例えば出してもらうとね。これ、チェックするのかな。電卓でちょんちょん。今みたいに、あのスマホでいいですか、スマホで。で、いつ出すんですか、これ。で、大体ですよ、大体ですけど、40% ぐらいは大丈夫ですかね、まだね。あの業種にも、業種にもよるんですよ。業種にもこの自己資本比率によるんですけどね。建設業なのか、サービス業なのかね。によってまた変わるんですよ。ある程度は変わります。ね。うん。でも、その比率が大体 40% ぐらい。40% より以上だったら、まあ大丈夫かなっていう感じなんですよ。感覚的に。感覚的に。で、この比率が、この比率がですね、10% 切、まあ 20% か。20%、10% 切り始めたら、黄色信号なんですよ。倒産すっかな、これ、そうそう。っていうレベルなんですよ。で、この自己資本比率が、武田先生のところですよ、武田先生ね。2% 切ったら、2% 切ったら、いよいよ赤信号ですよ。やばいぞと思って。ほんと手打たんと。つうか遅いんですけど、2%の時。末期間見たら遅いで。ステージ4。っていうレベルなんですよ。手術もできねえ、切ることもできねえみたいなレベルになってて、ああ、もう最後の手段で血抜いて入れるとかね、民間旅行にせなあかんなっていうレベルになったんですよ。人間で言うと。2% 切ったらやばい、ほんとやばいです。で、債務超過したらもそのね、振り切ってますから。債務超過。山頂からもうね、資産よりも、資産がバーンとでかくなっちゃってるから、山頂から。そのレベルじゃないってことです。うん。ということなんで、これがチェックできれば、もう実は、決算書を読み取るっていうのよりも、半分終わりですから。半分終わりなんですよ。ね。いいですかね。で、これ大げさでも何でもなくね、こういうことなんですよ。数字をですね、まあ、これは書かなくてもいいんですけど、数字を、活用するのは、使うのは3つあるんですよ。数字を作るっていうね、能力と、数字を読むっていう能力と、数字を活用するっていう能力なんですよ。で、簿記検定はこれなんですよ。数字を作るっていう能力なんですよ。だから、貸借対照表とか、損益計算書を作るっていうことなんですよ。ノートに書く、パソコンに打つんですよ。これが作るっていう能力なんですよ。ですかね、しかし、皆さんにとって大事なのは、もちろんすごく大事なんですが、こっちなんですよ。読む、活用するんです。数字を読んで活用するって能力が圧倒的に大事なんですよ。リーダーさん。作るのは僕がやるんですよ。皆さんは読んで活用するんですよ。ね、
だから今日の僕のレジメは、さっくり書いてあるレジメにしてるけど、特にこうね、活用するっていうレジメを作ったんですが、ね、いいですか？じゃあ行きましょう。読むって何？はい、これ読んでください。これ読むと、読んでください。読んでください。はい、自己資本ですね。はい、読んでください。自己資産。自己資本ね。あ、自己資本。はい、じゃあこれは。他人資本。資本ですね。はい。これが文字を読むです。文字を読むね。はい、じゃあ次。これ、財政的に、つまり、会社が良好ですか、良好じゃないですか、言ったら、これは、良好か良好か、いいか悪いか。この状態、89。良好ですね。はい、じゃあこれは。はい、どうですか。良好ではない。ではないと。ですよね。はい。これが数字を読むってことなんですよ。これ、今の話。ここ逆にしたら、でも分かったじゃん。良好か良好か。話伝わったじゃないですか。これだけで。これが数字を読むって能力なんですよ。だから我々は誰一人として数字が苦手な人はいないんですよ。使い方が分かんないだけなんです。読み方が分からないだけなんです。今日は3時間で読み方を学んでるんです、ね、でそのうちの実は半分終わっちゃったんですもん。読むのだってこれです。だってこれ計算するべきですから。だからあとは式法とかこうってきて全然たらいるんだけど全部載ってるんで、自己資本がある、他人資本が自己資本の方がいい。やっぱ比率バンバン出てきます。そうするとね、分かってきますから、あ、この会社良好だとか、あ、この会社やべえなと、一瞬ですよ、一瞬ね。で、見るのはここだけ、見るのはここだけ、拾うのはここだけでいいんです、ね、いいですかね、シンプルでしょ。はい、最初は会計はシンプルにしちゃダメです、ね、で、いろんな人がいらっしゃったんですよ。アレクサンダー・ウォールが始まったんですけど、アレクサンダー・ウォールからこれ、平分析って言うんですよ、始まったんですけど、いろんな、ね、比率をね、会計士とか就職系の診断士とかそういう人たちが専門家言い出したんですよ。なんとか比率、なんとか比率って50個も100個もバカみてぇに役に立てんよ。それなんですよ。だから混乱したんですよ、みんな。なんとか売上高比率とかでしょ、なんかいっぱいあるじゃないですか。どうでもいいですからね、っていうの大事なのは、対象はこれで、そういう計算は後で僕が調べます。そういう計算の大事な比率は後で調べます。したがって今日は持ち帰っていただきたいのは2つなんですよ、比率は。つまり数字を読む能力は皆さん2つで OK です。2つだけなんですよ。その代わり他のやつ全部捨てても2つだけはマスターしてほしいんですよ、確実に、ね、それだけで十分数字を読む能力がつきますからね。これ知ってるか知らないから偉い人ですから、ね、はい、それがたった2、3時間でマスター以上できますから、ね、その話を今日教えるわけですね。いいですよね。はい、ということで、これはすごく大事なんでね、押さえてください。はい、じゃあ話をね、戻しましょう。ね、もうちょっとできますね。はい、もうちょっとだけ休憩します。はい。